ルクレティアに噴した女性の肖像、ルクレティアの最後ルクレティアは、紀元前6世紀に古代ローマを王政ローマから共和制ローマへと移行させる契機になったとされる女性。イタリア語ではルクレティアとなる。他の共和制初期の人物同様、実在には疑問がある。伝承によればルクレティアは、スプリウスルクレティウストリキピティヌスの娘で、 ルキウス・タルクイニウス・コンラティヌスの定粛な妻であった。紀元前509年、ローマはルトゥリ人のアルデアを攻撃中で、ルクレティアの夫、コンラティヌスもこの人中に滞在していた。この人中で、ルキウス・タルクイニウス・スペルブス王の王子セクストス、タルクイニウスらとコンラティヌスは妻を比べあった結果、 人影を抜け出し実際に妻たちの元へ行きその定縮を確かめることになった。王家の妻たちが宴会に興じているのに対してルクレティアだけは夫の留守を守り、定説を守っていた。この結果を確認した後一行は陣中に戻っていった。この時、ルクレティアの姿を見たセクストゥスは彼女に横連ぼし、数日後今度は一人でルクレティアの元を訪れた。夜になり、 セクストゥスはルクレティアを強姦しようとし部屋に侵入した。剣で脅したがルクレティアは死を恐れず、屈しなかった。しかし殺害後に裸の奴隷の死体と共に置き貫通の最中に殺されたかのようにするとの脅しには、その地獄に耐えることはできなかった。セクストゥスの去った後、ルクレティアはローマの父と陣営の夫を呼び出した。父はプブリウスワレディウスを、夫は、 ルキウス・ユニウス・ブルトゥスを伴って駆けつけた。ルクレティアは揃った4人の男の前で全てを告白し、男たちに復讐を誓わせると探検で、自らの命を絶った。この事件が契機となり、復讐を誓った男たちは民衆に呼びかけ、王家はローマから追放された。その後成立した、共和制ローマの最初の執政官には、ブルトゥスとコンラティヌスが、 その後の補充執政官としてワレリウスとルクレティウスが就任している。ルクレティアの物語は多くの文学、美術作品の主題となっている。ありがとうございます。